おろしくー、くにさんです。今ですね、私はね、八重山地方の西表島のところに来ております。今回はね、4日目になります。今回4日目はね、西表島からスタートしまして、自宅の方にね、戻ろうという形の動画になります。今ですね、このね、昨日から泊まっていたホテル橋立て西表島さんのところに宿泊していたんですけども、まあこちらの動画はね、前回の動画でアップしてますので、そちらの方をねご覧になってください。これから私はね、上原港の方に行きまして、フェリーに乗ってまず石垣島の方にね行こうと思います。それではね、上原港の方に向かっていきます。はい、上原港の方にね着きました。上原港ね、こんな感じですね。はい、右の方の景色はね、こんな感じです。それでね、港の逆側はね、こんな感じになってます。石垣島のね、離島ターミナルの方に来ました。これからね、レンタカーの方借りに行こうかなって思ってます。それではレンタカー屋さんに行ってきます。はい、今日のね、短い間の相棒はね、これになります。これに乗ってね、とりあえずお昼ご飯をね、食べに行こうかなって思ってます。それではね、お昼ご飯のお店に向かいます。今回のレンタルカーの金額なんですけども、4時間買う形で3660円になります。保証関連とか全部入って、込み込みの金額が3660円になります。で、今回借りたのはオリックスレンタカーの石垣店の方になります。返却のところはね、新石垣空港最寄りにあるアイビスカス店の方で返却になります。乗り捨てですね。はい、で、借りた店舗の方はですね、こんな感じになります。はい、今日のお昼ご飯ですね、平良商店さんになります。こちらはね、Y1 グランプリ八重山そば選手権というやつでね、2017年で八重山そばの部門でグランプリ取ったお店になります。夕暮れのモールに着きました。初めて来たので、まあ商店街だと思いますけど、ちょっとね、中見ていきたいと思います。まあ見た感じはね、まあ商店街ですね。はい、琉球酒場
と洋服屋さんとか、あとお土産屋さんですね。はい、ピンクで派手だな。あとはね、こんな石垣市特産品販売センターなんてありましたね。台湾だって書いてあるから、台湾の方の観光客向けですね、ここは。なんかそんな感じです。で、ご飯食べるとこもありますね。はい、あ、ここは市場になってるんだ。あー、なるほど。すごい、ピンク色だ。めっちゃ派手なお土産屋さん。結構お土産屋さんが多いですね。はい、ここもお土産屋さん。あ、もうここで終わりですね。はい、夕暮れなモールはね、こんな感じでした。それではね、夕暮れなモールは一通り見てきたんで、次はね、有名な展望台の方に行こうかと思います。それではね、そちらの方に行ってみたいと思います。浜取崎展望台の方に来ました。これからね、展望台の方行ってね、いい景色をね、皆さんにご紹介したいと思います。それではね、行ってきます。すでにね、駐車場のところからね、もう景色がいいですね。で、それでね、右のね、あそこにね、屋根が見えますよね。多分あそこが展望台だと思いますので、あそこからのね、景色どんな感じなのかっていうところをね、見てみたいと思いますので、皆さんにもご紹介したいと思います。それでは行きます。はい、道中はね、こんな感じになってます。結構ね、路面結構綺麗ですね。はい、なんか2ヶ月ぐらい前はね、展望台のね、工事をやってたらしいので、今もうね、直ってるかどうかちょっと今回どうなんだかわかんないんですけども、はい、ハイビスカスもね、咲いてます。僕の方も結構咲いてますね。いや、すでにね、ここからの景色めっちゃ綺麗ですよ。いや、上行くの楽しみだ。はい、上がね、あとちょっとで着きます。あ、もうすでにね、展望台来てらっしゃる方結構いますね。はい、展望台のところはね、こんな感じになります。それではね、車をね、レンタカー屋さんに返して、その後ね、石垣空港の方に向かいます。はい、石垣空港の方に着きました。これからね、空港の中でお土産を買って、それでね、成田空港の方に戻ろうと思います。
関東地方の方に戻ってきました。皆さん、今回の動画はいかがだったでしょうか。今回はね、石垣島3泊4日の4日目になるんですけども、まあ今回はね、向こうの石垣島の方から成田空港の方に戻っていく形の動画になったんですけども、今回はね、ほとんど移動の方が多くてですね、綺麗なね、展望台が有名なところあったので、まあそちらの方をね、紹介するような形だったんですけども、今回でね、最終日という形で八重山諸島の動画は以上となるんですけども、まだね、八重山諸島の方に行ったことがない方、まだね、行ったことがないところがあって、とても参考になったと思いましたらね、私今回動画を掲載することをしまして、皆さんにね、参考になっていただいてとても良かったなと思っております。今回の動画がね、ちょっとでもね、参考になったと思いましたらね、グッドボタン、高評価の方ね、よろしくお願いいたします。まだね、チャンネル登録の方ですね、してない方は、下にね、チャンネル登録のボタンがありますので、ぜひとも、チャンネル登録の方ね、よろしくお願いいたします。それではね、今回の動画は以上となります。最後までご視聴いただきまして、ありがとうございます。それでは、次の動画でお会いしましょう。それではまた。バイバーイ。